し、戻ってもう一度勝負。ん？アンタイトルが光ってる。司くんの思いが歌になろうとしているんだよ。歌は人の強い思いでできているんだ。だから本当の思いを見つけられると歌が生まれるんだよ。うん、これは司くんの中にあるショーでみんなを笑顔にしたいっていう思いの歌だよ。よーし、一緒に歌っちゃおう。いや、歌うってどう歌うんだ。この歌は最初から司くんの中にあった思いでできているんだ。だから思うままに歌えばいいんだよ。でもこれは俺一人じゃできなかった歌だ。いや、あいつらの歌でもある。だからそのあいつらとも一緒に歌っていいか。うん、もちろんだよ。私たちも歌っていいの？うわーい、とっても楽しそう。うん、歌いたい。私も。司くんの思いの歌か。それはとても興味深いね。よし、歌うぞ。これが俺たちの。とってもとっても楽しかった。あたし。もう一回歌いたい。え、ひひ、ミクもミクも。あ、見てごらんみんな。アンタイトルが歌になっていくよ。曲のタイトルが変わって。お、これはまた不思議な現象だね。タイトルが変わって、世界はまだ始まってすらいない。世界はまだ始まってすらいない。あ、じゃあこれからたっくさんのショーの世界ができてくってことかな。そういうことなのかもね。ならここからが僕たちの本当のショータイムってことかな。さて、それならもう僕たちのステージに戻らないとね、司くん。ああ、ミク、カイト、一緒にショーをやってくれて、そのなんだ、本当にありがとう。どういたしまして。またいつでも来てほしいな。その時はもっとたくさんショーをやろう。絶対また来てね。待ってるよ。ワンダーステージが壊されちゃう。うん、みんな黙っててごめんなさい。でもそれは連休までに観客がたくさん来なければの話だよね。ああ、今の俺は、いや俺たちならこのステージを守れる。今日から連休の最終日まで毎日ショーをやって客を集めよう。私も諦めない。このステージから最高のショーを届けるぞ。みんな、よし、最終チェック。衣装、小道具、 OK。 音響と照明、それから各種装置、すべて問題ないよ。観客は前の半分くらいだけど、それでも結構いるし、頑張る。ねえねえ、何かあったら俺も M もルイもいる。心配しないで思いっきりやれ。うん、よし、じゃあ M、 いつもの頼むぞ。いつもの？
あれだあれ、いつもやってるだろうが。ああ、あれだね。じゃあ行くよ。みんな頑張ろう。ワンダホーイ、ワンダホーイ、ワンダーランズショータイム、公演スタートだ。よくここまで来たな、王子。ボロボロになって勝ち目なんてないと分かっているだろう。どうしてそこまでして剣を振る？どうしてだと？そんなの決まってるだろう。世界中の人たちを笑顔にするためだ。本日はご来場ありがとうございました。ありがとうございました。これぐらい当然だ。なぜなら俺は未来のスターだからな。